皆さんこんにちは、こんにちは、スペースグリフォン VF9。 今回は10回目になります。前回はフランシスの作った薬で怪物を倒したところまでだったな。フランシスもやられたかと思ったが、気絶しただけみたいだしよかったぜ。うん、あとは5層と6層の残りの敵を倒していよいよ脱出。ジム、もう少しで地球に行けるのね。あ、残っている敵もあとわずかだ。目をつむっていても倒せる。よかった。少し眠っているといいよ。いろいろあったから疲れてるだろ。うん。5層と6層って言っても、途中までは敵を倒してあるはずだから、そんなに時間はかからないのかな。目をつむってても倒せるらしいしな。クラグ臭がすごいけどね。敵の強さより探す手間が大変だよ。エレベーターを使う必要はない。どこ行けばいいのか迷ってます。お、まともなロボットだな。こいつらのシールドが厄介だよ。地味にシールド持ってる手がそれぞれ違うのな。手持ちの武器に余裕がないから、ロケランみたいに耐久力のある武器は、壊されないように、外しておくよ。回復アイテムが1個もないのが辛い。戦車だ。シールドがない分戦いやすい。比較的回り込みやすいしな。体力が。このプレイタイムは実際は3倍ぐらい長いはずだよ。現実の時間とうまくリンクしてないみたい。あれ？この地形見覚えが。しかも敵は一人のようだな。まさか。やつか。うわあ、出たあ、正面戦士だあ。体力ほとんどないけど、どうするんだ。こうなったら FPS みたいに隠れてこそこそ狙い撃ちするしかないよ。頭が弱点みたいだし。地味だな。今まで正面から殴り合ってばかりだったけど、ほとんどの敵はこうやって慎重に戦うべきだったのかな。アイテムの残りがやたら少ないってことは、やり方が間違っていた可能性あり。あ、倒せた。やけにあっさりだったな。勝因は何だったんだ。あの時とはレベルも武器も違うはずだから、こっちが強くなったのもあるだろうけど。やっぱ弱点を狙えたからかな。今までの敵も実は弱点とか設定されてそうだな。レーダーにあからさまな赤い部分があるしね。戦闘中に見てられなかったけど、まあ、強敵は倒せたし回復アイテムも拾えたしとりあえずは良かったよ。マジで積んだかと思ったぜ。ここでも実践するよ。欠点は時間がかかることだな。面倒くさいけど、せっかくここまで来たんだからクリアしたいしね。徹底的にチキンプレイでいくよ。ラウツェンです。敵も残りわずかのようですね。敵を倒し終えたら合流しましょう。了解です。あいつ倒すまでずっと待ってたのか、やっと倒したか。通信ポチ。
ここも同じ地形だけど、あいつはいないみたいだね。まあ、出てきても楽勝だろうけどね。さっきより体力もあるしね。残りの敵を探すのに手間取ったので、カットします。むっちゃビビりながら戦ってるな。ジムも言ってたけど、無様でも勝てればいいんだよ。回復アイテムが有限のゲームだからね。積むのが本当に怖い。しかし、隠れる場所がないと結局ダメージを食らうな。そこでシールド。なんだろうねー。ここの敵も、これで最後だな。あ、マリアさん。遅れてすまないわね。フランシスの応急処置に時間がかかったのよ。フランシスさんは大丈夫なんでしょ？ええ。でも、地球に着いたら、なるべく早く専門医に見せないといけないわね。そうですか。あら、メアリーは？さっきから寝かせてるんです。疲れていたみたいだから。ああ、マリアさんも来ていたんですか。さあ、あとは6層の敵を倒すだけさ。早く AMC に迎えに来てもらおう。そうですね。メイビル博士。そんなバカな。調べてみます。な、何が始まったの？罪人よ、その罪を我らに償うのだ。ラーゼン、一体どうなってんのこれ。コンピューターシステムがこちらからの操作を受け付けません。何者かが全館のシステムを牛耳っています。一体どこから。今探ってます。やがて地球は私の手で姿を変えるだろう。だが諸君らがその姿を見ることはあるまい。諸君らは永遠に地球に帰ることはできんのだ。出ました。端末のコネクト先は第2層メイビル博士の研究室です。なんだって。今映像をつなぎます。最近ナンバー369は地球に無数の死の軍勢を生み出し、愚か者の命に永遠の静寂をもたらすだろう。最高の知恵を持つ者が最高の力を用いるべきだ。冗談じゃないよ。さっき倒したのは一体何だったんだい。愚かな罪人たちはその時初めて気づくのだ。我々を月の僻地へと追いやり、放射線と寒さと孤独と疎外感で満たした罪に。マリアさん、どうします。どうもこうもないよ。倒すだけさ。名誉あるスケープゴートたちよ、諸君らは地球の者よりも早くその罪を滅することができるのだ。その喜びに身を震わせたまえ。その命をもって私に償うのだ。化け物のくせに御託を並べるんじゃないよ。私はまだ生きているぞ。くそ、今度こそ息の根を止めてやる。そうさ、ここまで舐められてただで済ませるかってんだよ。二章に向かうよ。ん？各ゲートは怪物の端末で操作されているみたいです。また罠を仕掛けるつもりなのかも。ふん、そう何度もそっちの思い通りにさせるもんかい。ジム、ラーチェ、エレベーター7で二章に向かうよ。奴を放っておいたら厄介だ。了解。怪物のやつ、だんだん行動が大胆になってますね。自信を持ってきてるのさ。私らは仲間を次々やられている。でも、やつは無傷で進化を続けているんだからね。怪物が端末を操作していたのには驚きました。なりは怪物でも、頭は博士なんだから。大したもんなんだろ。侮ってらんないよ。怪物の正体は博士だったんかい？え？止まった？
に操作されているっていうの？こいつも怪物が操作しているのか。うすうす感づいてはいたけどね。フランシスとは仲間意識を持っていたみたいだし、喋り出したのは進化の結果だろうね。みんな気をつけて、一気に飛び出すよ。このままじゃ袋のネズミだわ。なんとかして敵の後ろに回り込まなくちゃ。マリア、ジム、体当たりをかけましょう。なんとかここを突破するんです。わかったわ、ジム。了解。よし、グリフォン、行くぞ。くそ、各駅が。ああ、ジム、マリアさん。こっちも分断。怪物のやつ、何か。ジャミングか。愚かな AMC の諸君、早く私のところへ来るがいい。私はここにいるぞ。くそ、舐めやがって。別々に2層に向かって進みます。2層に着いてから合流して。ジム、気をつけて。怪物のやつ、何を企んでいるか分からない。さて、2層に上がろうとしたら、エレベーターを勝手に操られて、違う階で降りたわけだけど、ここはどこ？どうやら6層みたいだね。扉が開いたらボスラッシュで驚いたな。諸君らは永遠に迫り来る死の恐怖と戦うのだ。私の手で、死という重責を与えられるまで。私は諸君らの血の上に高貴な野望を遂げる。諸君らにそれを見せられないのが残念だ。愚かな AMC たちよ、諸君らには苦痛に歪む顔がよく似合う。そのまま彫像にして飾っておきたいくらいだ。くそ、ふざけたこと言いやがって。マッドサイエンティストか。もともとその毛があったのか、憎悪と細菌でそうなってしまったのか。もともとだろうな。隠れる場所がない。体力減らしたくないんだけどな。まずは6層をどうやって抜けるかだけど、結局敵を殲滅していくしかないだろ。まあ、いつものパターンだね。パワードスーツか。この階層ではこの敵が出るみたいに世界観は凝ってるみたいだね。6層は兵器生産区画で、オレッグがパワードスーツを奪った場所だよね。バイオモンスターが密集してる区画もあったな。それは4層だったかな。基地の入り口に近い上層では警備待機が多かったね。なんとなく背景を感じることができるな。回復アイテムだ、助かる。あ、こんなところにエレベーターが。マップには表示されていないわよ。乗ってみるか。これで2層に行けるかもしれない。あ、ジム、止まったわ。スケープゴートたちよ、急ぐのだ。私は諸君らの血を求めている。いちいちうるさいんだよ。俺が蹴りをつけてやる。そうよ、ジムは強いんですからね。ス
ケープ号とっていうのは生贄的な意味なんだろうけど、AMC の上層部に騙されていたことと、地球人全体の罪を背負わされることの、二つの意味がかかってるのかもね。ねえ、ジム。どうした？トイレか？バカ、そんなんじゃないったら。じゃあ、どうしたの？なんだか、寒くない？あ、ごめん。機内温度が10度近くに落ちていた。この層の空調システムがうまく働いていないみたいなんだ。寒いよ、ジム。右手側に2桁の白いデジタルメーターがあるだろ？それがエアコンなんだ。それで調節するといいよ。ジムは寒くなかったの？こっちはパイロットスーツを着ているからね。自動的にウォーマーが働いてくれているんだ。これじゃあ、外に出たらもっと寒いね。機外温度マイナス5度だって？ここは月の裏側だし、一層と二層は月面に出ているからな。あ、じゃあこれでも一応ハムレットのエアコンは動いているのか。いつもは22、3度に設定されているはずだよ。怪物にはこの方が快適なのかもな。怪物は寒い方が快適なんだね。エアコンの温度を調節する怪物ってなんか笑えるぜ。ジム、気をつけるんだよ。敵がみたいだわ。今、マリアさんから通信が。この層もジャミングされているんだ。通信は当てにならない。これは、ラウゼンの機体だ。誰も乗っていないみたいよ。ハッチも開けっぱなしだし。本当だ。ラウゼン、どこに行ったんだろう。おやおや、またですか。以前もやられてたね。ジム、その部屋から何か音がするよ。なんだろう。行ってみようか。あ、ラウゼン。あ、あ、ジム。どうしたの？いや、軍の機体にやられて怪我をしたので、ここで治療を。今、火花か何かが見えたけど。あ、パイロットスーツのクーラーが調子悪くて。ラウゼンさん、暑いの？あ、私は体も大きいし、もともと暑がりなもんですから。修理手伝おうか。いや、いいですよ、構わずに行ってください。じゃあ、俺たちは先に行くよ。マリアさんが苦戦しているといけないしね。6層から次々に軍の機体が流れ込んできているみたいなんです。結構手強いですから気をつけて。わかった、ラウゼンも気をつけて。挙動不審すぎるだろ。あれ？ねえジム。何？今、ラウゼンさんバイザー上げていたよね。腕まくりもしていたような気がする。まさか。だって外はマイナス5度だよ。見間違いじゃないの？ジムは覚えていないの？ごめん、そういうところまで気が回らなかった。確かにバイザーを上げていたわ。腕まくりもしていた。なんならもう一回入ってみるかい？ラウゼン。あ、ジム、どうかしたんですか？いや、別に。クーラーの修理はまだかかるの？もうちょっとです。もともと寒い国で育ったもんですから、クーラーをつけてないと暑くてパイロットスーツを着ていられなくて。本当に暑いの？ジムはウォーマー使っているんだよ。ツンドラ地方の寒さは本当にすごいんですよ。私にはそれが普通でしたからね。ふん。それで私に何か？いや、何でもないんだ。邪魔してごめん。ほら、普通だったじゃないか。でも、やっぱりなんか変なような気がする。ラウゼンは俺らよりずっと寒さに強いんだよ。それだけじゃないんだよ。ラウゼンさんね、お姉ちゃんから抗体のお薬もらった時も飲んでいなかったと思うの。下に捨ててあったのを見たんだ。
でも全然咳込んだりしてないでしょ。ラウゼンは薬が嫌いだし、俺たちよりずっと丈夫なの。それでいいじゃないか。それより今は怪物の方に神経を使わなくちゃ、足元を救われちゃうよ。メアリーは勘のいいガキだね。ジムが鈍すぎるだけだろ。あんなの誰だって怪しむぜ。スパイダーや腕まくりのことは知ってたの。それは知らん。ジム君、君は私に初めて傷を負わせた男だ。特別の死に場所を用意したよ。彼と戦いたまえ。オレッグ、知ってるの？ジム、俺たちの仲間だった。怪物に殺されるまでは。こらえろグリフォン。苦しむがいい。そこで果てるがいい。お前などに私の邪魔はさせん。ちくしょう、撃つな。このままじゃこっちがやられる。それにあれを操っているのは怪物だ。見たか怪物、俺は勝ったぞ。私の手間はこれで終わりではない。負け惜しみよう。侵入者は番犬に食われるだろう。スマイリー、久しぶりだなジム、会いに来てやったぜ。どこにいるんだ。スマイリー、よく今まで生き延びてきたじゃないか。悪運だけは強いんだな。スマイリーそう露骨に嫌な顔しないでちょうだいよお嬢ちゃん。おいジム、このお嬢ちゃんに言ってくれよ。俺様はもともとすごいハンサムボーイなんだって。お前やオレッグが抵抗しなきゃこんなにひどくはならなかったんだってよ。ジム君、これが私の次のカードだ。君にその気がなくとも彼は君を撃つだろう。さあ彼と戦うのだ。くそ、ジム。スマイリー、それ以上こっちに来ないでくれ。あんたとは戦いたくないんだ。俺とは戦いたくなくて、オレッグはすんなりと撃っちまうのか。それはオレッグをやったんだってな。ひでえじゃねえかよ。それが仲間のすることか。ああしなくちゃ、こっちがやられていたんだ。それにあれはオレッグじゃない、怪物に操られたゾンビなんだ。ジム、そんなこと言っちゃかわいそうだぜ。お前も死んだらああなるんだぞ。ボスみたいにバラバラにならない限りな。俺はそんなの嫌だよ。じゃあ、あと一つだけ道がある。ジム、俺の仲間になれ。ルナティアーズをつけて変わるんだ。それも嫌だ。俺は今のままがいい。ジム、どうせ地球にも俺たちの仲間はたくさんできる。メイビル博士が地球に行けば、地球人のほとんどは俺みたいになるんだぜ。そんなのが許されるわけないじゃない。そうさ、だから怪物と戦うんだ。仕方ないなジム、それならお前は俺の敵だよ。やめな、スマイリー。これはこれはマリアお姉様、会いたかったぜスマイリー、死んだと思ってたのに。マリアさん、違う、それはもうスマイリーじゃない。ジムは黙ってろ。なあマリア、あんたも俺の仲間にならないかい。ルナティアーズをつければ幸せになれるんだぜ。あいにくだけど私にはそんな趣味はないね。
あんたとジムの会話はみんな聞かせてもらったよ。それじゃあ仕方がない。マリアもジムも力ずくで俺の仲間にしてやるよ。スマイリージム、戦わないと。分かってる。ジム、あんたは手を引きな。スマイリーは私に任せるんだよ。マリアさん、危ない。いいから、スマイリーは私にやらせて。マリアさん。スマイリー、かわいそうにそんな姿になっちまって。いつもみたいに冗談言ってるくらいなら可愛げがあるのに、そんなになっちまっちゃシャレになんないじゃないか。マリアさん。バカだよあんた。何が運がいいだよ。そんな姿じゃ地球の彼女に顔向けできないだろう。私が一緒に心中してやるよ。犠牲は私を最後にするんだ。いいね。やめるんだマリアさん。ジム、メアリー、ランセンと一緒に地球に行くんだよ。マリアさん。マリアさん。人間の死は美しい。愚か者の死はなお美しいものだ。畜生、ふざけやがって。怪物、覚えていろよ。俺が必ずお前を倒してやる。ジム、怪物のいた場所に行ってみましょうよ。何かわかるかもしれないわ。このゲーム、凄まじいな。正直に言うと、オレックが現れた時はまたかって思っちゃったよね。あれだけ衝撃的だったオレックとの再会シーンも、喉元すぎればなんとやらで、二度目は倒すのに躊躇はなかった。そしてスマイリーが登場して、仲間なのにひでえじゃねえかって責められた時は、はっとしちゃったよ。うわ、もう攻撃できねえってなったところで、マリアさんの登場。一方的に思いを寄せている彼女と、感染して自暴自棄になってるスマイリーの会話のすれ違いが切なかったね。完全にゾンビ化して話が通じなくなっても目を背けずに語りかける彼女と、露骨に嫌な顔をしてしまったメアリーとの対比がマリアさんの愛の深さを際立たせるよ。そして、壮絶な最後。私が一緒に心中してやるよ。このセリフは彼女の性格をよく表していていいね。地球の彼女に顔向けできないだろうからと言いつつも、本当は感染が確定している自分がゾンビになるのを恐れていたんだと思うよ。若い女性には耐えられないだろうしね。でも、そういう弱さを隠して彼女一流の強がりから出た言葉が心中なんじゃないかな。インパクトだけを重視しようとすればマリアさんをゾンビ化させることもできたと思うけど、姉にそうしなかったのは良かったね。正直、ゾンビ化したマリアさんは見たくなかったし、あの終わらせ方はベストだったんじゃないかと思う。このゲームはとにかくシナリオがよくできていて面白いね。映像は紙芝居程度と言ってもいいぐらいのものなのに、声優さんがすごすぎる。まるで映画を見ているようだよ。これは今後の展開も目が離せないね。一体この物語はどうなってしまうんだろうか、投げよ、そのポエム。次回に続く。